はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クジャクマイです。さあ、私の名前はクジャクマイ。というわけで、超絶クジャクマイデッキ作ってきました。見てください、デッキ。アマゾネスと、ハーピーが、混合した、まごうことなき、クジャクマイさんファンデッキとなっております。ファンデッキ要素ちょっと、あっていうカードが入ってますけども、これね、結構いけますね。アマゾネスハーピーとか言ってふざけて作ったんですけど、意外といける。これ、まあ、ギミックは、もうアマゾネスのギミックと、ハーピーのギミックを合体させただけなんですけども、アマゾネスギミックは、まあ、プリンセスでね、吸収を持ってきて、で、ワシャワシャするっていう。で、ハーピーはチャンネラーとか、パフューマーで、なんかその、万華鏡を持ってきてワシャワシャするっていうデッキなんですけども、これね、結構意外といけんだよね。これ何がシナジー合ってるかっていうと、例えば、プリンセスの効果、攻撃宣言時になんか、手札から、手札フィールドから、カード1枚墓地送って、デッキからアマゾネス特殊召喚できるじゃないですか。これで、例えば、ヒステリックサインとか、捨てればハーピーカード3枚サーチできますし、あと、ハーピスト捨てればね、ハーピーのモンスター持ってこれたりとかっていうことがあるんですよ。だから結構ね、この辺は相性がすごいいいです。意外とね、コストとして。で、インカ切断とかサンダーブレイクとかは、もちろんこの辺のね、カードとかと相性がいいのと、あとね、今回、ちょっと下級モンスターが多いので、あんまり、どでかいモンスターがいっぱい並ぶデッキには、ちょっと、めんどくさいので、こいつをぶちかますという、ライトニングボルテックスでね、最強のカードをぶちかますっていう、まあ、コストも優秀ですからね、この辺ね。なので、まあ、相性がもういいし、まあ、めんどくさいモンスターを処せるんで、こいつをぶち込んでいるということですね。で、動き方はね、デッキ見ていただければ、デッキっていうか、対戦見ていただければ分かるんですけど、結構マイさんできるんですよ。ほんとね、クジャクマイなりきりごっこみたいなことできるんで、マジでおすすめです。一回ね、回してみてほしい。めっちゃ強いわけじゃないけど、回るは回るから、結構。これ俺、ふざけて作ったから絶対回らないだろうと思ったけど、意外と回るから。はい。というわけで、早速ね、クジャクマイさんのクジャッキーストリングス、ぶちかましていきましょう。クジャッキーストリングスってなんだっけ？クジャッキーストリングス？クジャッキーストリングス？クジャッキーストリングスなんだっけ？クジャッキーストリングス？ビビ王女だ。なんでもないわ。なんでもない。ちょっと忘れてくれ。というわけで、クジャクマイさんごっこやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ヘルカイザーリョウ君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ちょっとあれですね、サイバーとかは少し相性悪いですね。魔法トラップめっちゃ割られるんでね。ターン終了、やった。ターン終了、やったぞ。サンダーブレイク。アマゾネスプリンセスを召喚。結構これサンダーブレイクとヒステリックサインあるんで割と強そうですね。これ結構強そうっす。でセットセットでバトルフェイズ。さあアマゾネス王女でぶん殴ってく。でヒステリックサイン捨てながら、これは剣士でいいか。剣士で、エンドフェイズヒステリックサインのサーチですね。これが強いんですよ。これ噛み合ってるっしょ。これどう考えても噛み合ってるよな、これ。パフィーマー。まあ、ハーピストとパフィーマーか。と、でも跳ねやすいのにか。まあ、パフィーマーか、さすがに。で、こうして。これ噛み合ってるっしょ。これ何枚 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9 枚。今、高校で手札9枚あります。手札っていうか、カード。1、2、3、4、5、6、7、8、9枚。仮場入れたら10枚です。強すぎ。やばい、やってることマジで。ムーンライトだと。ムーンライトはやるな。まあ吸収がぶっ刺されますね。ワンキルさえされなければ大丈夫。あいつらバック除去できないんで、そんな簡単には。なんでアマゾネスの吸収ぶっ刺さりっていう。はいはいはい、いいですよ。ねクリムゾンフォックス打点下げられる。これサンブレで処せばいいや。サンダーブレイク、でもそれ、あれか、そっち蘇生すんの。サンブレ引くじゃん。サンブレ引くんだけど。メインフェーズ終了前。バトル下手くそやな、この月光。サンダーブレイクで、これ切って、君のその、よくわからないモンスターを破壊するよ。リンクス復帰したってかな。リンクス復帰したての感じですかね。これ無課金デッコみたいな感じですか。さあハーピーハーピーストの効果を発動。ハーピーハーピーストの効果によってデッキからハーピーチャネラーを持ってくる。いやー強すぎる。マジで強い。マジで強い。パフューマー召喚。そしてパフューマー召喚成功時のカエピーの狩り場の効果によって狩り場を破壊しなければならない。
これは仕方ねえ。でパフューマーの効果発動。さあハーピーパフューマーの効果によってカーフィーデディ3姉妹の名前が記された魔法カードを手札に加えることができる。こうして、そしてレベル4のアマゾネスの剣士にレベル4のハーピーパフューマーをチューニング、シンクロ召喚。これが次世代のクジャクマイさん。アマゾネスのハーピーをアマゾネスにハーピーをチューニングしていくという戦術。俺の名前はクジャクマイ。ヒステリックサインを発動。バウンス、バウンスしない方が強いかな。これバウンスしない方が強いわ。で華麗なる分身を手札に加え、そしては万華鏡華麗なる分身を発動。万華鏡華麗なる分身によって敵からハーピーレディ1を特殊召喚。これ強いな。バトルフェーズ入っていきましょう。まずハーピーレディ1でぶん殴る。さあスクラッチクラッシュ、クリボールかなんかありますねこれね。多分クリボールいいだろう。クリボールいいだろう。アマゾネスプリンセスで攻撃。アマゾネスプリンセスの攻撃宣言時の効果発動。フィールドのカードを墓地の口アマゾネスを特殊召喚するという効果にチェンジ。アマゾネスの吸収の効果によってハーピーディスカチクラッシュの効果も発動 していく。相手のモンスターをバウンスしながらで、だからアマゾネスペットタイガーを特殊召喚。やばい、やってることやばすぎる。やばい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 。強すぎ。バカ強いなこのデッキ。完璧にクジャケマイさんしてたな。これや、俺の名前はクジャケマイってことでいいね。さあお相手の方、イラッとクルズさんよろしくお願いします。デュエル3倍デュエルモード、フォトンチェンジ。あーまあ反動弱くはないですね。ヒステリックサインインガー切断で捨てることさえできれば弱くはない。カッターシャークオッケー。さあカッターシャークのモンスター効果発動いいだろう。さあレベル4の魚族モンスターを特殊召喚していく。サイレントアンカー来た。さあスパイダーシャークかな。スパイディング、スパイル、スパイダーマン。テレレテレレテレテテテテレレ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 レ。スパイダーマンって皆さん何のシリーズが好きですか？僕ね、アメイジングスパイダーマンが一番好きなんですよね。アメイジングスパイダーマンめちゃくちゃ面白くないですか？あれ面白いっていうか、ストーリーは面白いかどうかちょっと置いといて、ヒロインのさ、エマストーンが可愛すぎるっていう。エマストーンめちゃくちゃ綺麗なんですよ。一回初代のスパイダーマンの MJ 全然可愛くないんですけど、これすいません、初代のスパイダーマンの MJ が好きな方すいません。俺あんま好きじゃないんですけど、これは隕石打った方がいいか。隕石打った方がいいな。隕石打って、はい、ヒステリックサイン捨てて、で重装兵を除外していく。これで召喚機はもう使ったから無理、展開はできない。いいだろう。さあバトルステップまで入って、アマゾネスの吸収の効果発動。アマゾネスの吸収によって手札からアマゾネスペットタイガーを守備表示で特殊召喚。さあこいつを殴るとお前は除外されるぜ。強すぎる、強すぎるだろ。そしてヒステリックサインの効果発動。ヒステリックサインによってハーピーチャネラーと、そしてハーピーハーピストと、さらにハーピーの羽休めを持ってくる。 D だ、ドロー。そしてハーピーチャネラーを召喚。ハーピーの狩り場によってハーピーの狩り場自爆。これはしょうがないですね、これはしょうがない。そしてハーピーチャネラーの効果発動。というだからハーピーモンスターを一体切ってデッキからハーピーパフューマーを特殊召喚。そしてハーピーパフューマーの特殊召喚成功時の効果発動。万華鏡を華麗なる分身を手札に加えていく。そしてレベル4のハーピーチャネラーにレベル4ハーピーパフィーマンをチューニング。リミッター解放レベル8、こちらシンクロ召喚。ハーピーレディスクラッチクラッシュ、オッケー。そして万華鏡を華麗なる分身の効果発動。
さらにハーピレディスクラッチクラッシュの効果、相手のモンスターをバウンスしていく。やばい、強すぎるよ、強すぎるって、強すぎるでしょ。そしてデッキのじゃなくて墓地のハーピーモンスターを3枚戻して2枚カードをドローしていく。うわー、ささささった。やばすぎ、やってること見てこの盤面、マジでやばくないですか。これ最強デッキだろ、史上最強デッキできたわ。ハーピーアマゾネスとかいうギャグで作ったけど、なんか知んないけどめっちゃ強い。さあお相手の方、パンディーラさんね、パンディーラさん、パンディーラさん、ハーピーパフューマーを召喚、ハーピーパフューマーの効果発動。カリバ自爆しないといけないのにちょっとね、あれなんですけどね、まあしょうがないですね。カリバはまあ高校のように取っといて、これはちなみにハーピーの意志っていうね、カードでもいいんですけどね、カードのスキルでもいいんですけどね、ハーピーの意志にしとくと、なんか墓地にハーピーモンスターが4体溜まるとハーピーの羽ぼうき持ってこれるっていう結構やばいスキルなんで、そっちの方がもしかしたらクジャクマイさんごっこはできるかもしれない、もしかしたら。さあハーピーでスクラッチクラッシンクロ召喚、さあ終了。ちょっと動き方弱いけど、まあしょうがないね、これはこういうこともある。無の煉獄、あーなるほど、無の煉獄なんかやばそうなデッキだな。悪夢の召喚なんかですかねこれ。さあソリティアが始まるか、ソーライクエクスチェンジ、いやーこれちょっと強そうだな。まあでもなんか魔法カードで、んーでも先に打たれるか、援軍とかだったら、援軍とかだと先に打たれる、あーちょっとやばそうですね。これはね、先打ちの魔法トラップカードとかにはちょっと反応できないんで、スクラッチクラッシュ、相手のフィールドでモンスターがいないとあんまり意味ないという、あーそれは強そう、あシンプルにやばそう。モンスター効果で除去されるのはきつい。はい、アサシンいいでしょう、アイドルアサシンライデンはいいでしょう。しょうがないっすねこれ、死にます俺、死ぬこれ、ブラックローズやば、それも死ぬこれ。でもブラックローズどういうこと、ミラクルシンクロフュージョン、ミラクルシンクロフュージョン、誰よ、出た波動竜騎士ドラゴエクティスさん、破天荒な風、なんだこの賢者デッキ、やばすぎる。やばいこと起きたー、やばいこと起きたー。